ジェックスは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、アン圏のコミューン。ジュラ山脈の麓にあり、スイスに近接するジェックス地域は、ジュネーブ都市圏の一部にあたる。反対陸性気候で、寒い冬と温暖な夏がある。降水量は夏に集中する。ジェックスは、紀元前1800年頃から人が定住していた。ジェックスとその周辺には、 有猛な選手の集団、五千一が住み着いていた。その後この町は、ローマに征服された。13世紀、ジョアンビル上主がジェクスの主及び裁判官となった。1292年11月、ジェクスの都市特権が成立した。これは、市民の権利と義務を定義するものだった。1343年、ユーグとジョアンビルは、ジェクスにカルメル会派修道院を建てた。 同時に城壁に近接してサンジョルジュ教会が建てられた。1536年にベルン州軍に占領されたジェックスはバイが指揮を取る大歓区となった。1550年にジェックスは城壁で円形に囲まれたが、1590年にスペインと同盟したサボヤ軍によって破壊された。アンリ四世時代の1601年、ジェックスはフランスに併合された。 フランス王は行政、徴税、公安、軍事、司法の責任を帯びた場合を引き続き置いた。1814年からジェクスは小合理町所在地となった。18世紀のジェクス人口は2000人を数えた。市場を含む農業活動の継続で人口は19世紀以降も増加し続けた。1952年以降、法修峠が往来可能となったことで、 ミジューラフォー方針を中心とした、陶器観光が盛んとなった。現在、ジェクス人口の顕著な割合が、スイス国境、または、スイス国内で働いており、彼らは、特に第三次産業に従事している。ありがとうございます。